like a lust for revenge? どれにしましょうか。ひばり、元気出せよ。ひばりと二人っきりにしてくれ。何を話すんだい？ずいぶん遠くまで来ちゃったな。チョコ！チョコ！チョコ！会いたかった。会いたかったよ。チョコ。
チョコ、ダメだよ、あたいは会えないよ。ありがとう、ここまで連れてきてくれて。また来るから、その時は一緒に帰ろうね。まだ話が終わってないのか。責任を感じているのなら超秘伝忍法書を取り返してくるべきじゃないのか。葛城、誰が入っていいと言った？だってもう拉致が開かないだろう。キリア先生、俺たちにも話し合いに参加させてください。超秘伝忍法書のことなら私たちの問題でもあります。そうです。わかった、全員席に着け。超秘伝忍法書を奪われた以上、半蔵学院忍者学科は廃止となる。今後お前たちを受け入れてくれる忍び学校もないだろう。それじゃあ私たち忍びになれないんですか？何落ち込んでんだよ。要は超秘伝忍法書を取り返せばいいってことだろ。そうですよね。取り返しましょう、超秘伝忍法書を。ああ、どうしたひばり、ここで頑張って失敗を取り返そうぜ。そうだよそうだよ、ひばりちゃん頑張ろう。カツネ、ち
張飛電忍法書を取り返すってどうやって？そりゃもちろん蛇状の連中をやっつけて。ひばり、見たんだよ。何をだ？蛇状の人たちだって根っからの悪い人じゃないよ。みんな一生懸命勉強してたし、仲間のことを大切にしてた。ひばりたちと一緒なんだよ。善人とか悪人とか何なの？なんでそんなことで戦わなきゃいけないの？ひばり、わからない。どうしたらいいのかわからないよ。キリア先生、お願いがあります。なんだ？私に修行させてください。修行？アスカちゃん、なんで今修行なんてするの？私もホムラちゃんと戦うのは嫌だった。だからひばりちゃんの気持ちは少しわかるよ。だったら。でもね、今は違うの。どうして？それは私の修行を見てたらわかるよ。キリア先生、お願いします。わかった。この先でお前のライバルに化けて待つことにしよう。早く来い。私のライバル？それって。よーし、アスカ前忍びます。
し抜けこれから本気が見てみたいな。遅い、チェスト受けてみろ。忍び転身。するならそれは戦いの中にしかないと思う。うん、そうだね。ひばりも超秘伝忍法書を取り返しに行く。たとえどんな結果になったとしてもヘビジョの人たちと戦うよ。そうすればひばりのことヘビジョの人たちに分かってもらえるかな。ひばりはヘビジョの人たちのこともっと理解できるかな。きっとできるよ。だって同じ忍びを目指す者たちなんだもん。アスカちゃん、ヒバリちゃん、一緒に頑張ろう。
ごめんね。いえいえ、あなたの方こそ大丈夫ですか？私は全然平気です。それじゃ。懲りないやつだな。お前、それでも忍びか？ちょっと考え事をしてたから。超秘伝忍法書ならその財布のようには返してやらんぞ。ううん、絶対に返してもらうよ。あれはこのお財布より大事なものなんだから。いつでも来い。 100% 返り討ちだがな。そんなことない。私たちだって負けないよ。いや、お前たちは勝てない。負けないもん。まあどっちでもいい。戦えばすぐに分かることだからな。なんだ、今ここでやるのか？違うの。そろそろ夕飯の時間だなと思って。そうだな、だんだんお腹が空いてきたなって思わない？まあ確かに腹が減ってきたな。でしょでしょ。お前、何が言いたいんだ？一緒にご飯食べない？はあ？だって、2回も財布を取り返してもらったんだもん。お礼させてよ。お前、自分の言っていることが分かってるのか？うん。いいだろう。ただし、うまいものをおごれ。オッケー！任せて！その服のマークは？
まあまあ、いいじゃないいいじゃない。どういうことだ、なぜ伝説の忍びが寿司屋にいる。え、ホムラちゃん、じっちゃんを知ってるの。忍びの歴史の授業を受けていれば当然のことだ。じっちゃん、戦いはなしでご飯を食べるだけ、いいでしょ。いつまでも立ってないで座れ。寿司屋で飯を食うのは当たり前だ。私は太巻き500円分。ホムラちゃんは。私はお任せで。はいよ、お待ち。いただきます。また来いよ。お前、忍びになって何がしたい。え、いいから答えろ。それはじっちゃんの後を継いで忍びの道が、力とは刀と盾の継いでなきゃならなくて。何を言っているのかわからん。忍びになってしたいこと。私はみんなの幸せを守りたい。表に出ることなく影から守りたい。どうして影でなくてはならない。だって本当の正義って見返りを求めないと思うから。なるほど、お前にもさっきの寿司屋の血が流れているんだな。え、どういう意味。お前のじいさんは現役時代、危険とか安全とか関係なく仲間のためとあらば先陣を切って突撃したらしい。おかしな話だろ。圧倒的な強さを持ちながら、いつも彼は傷だらけだった。何の見返りも求めず、ただ
仲間を守るためだけに戦ったから。それって刀と盾だ。ホムラちゃんは忍びになって何がしたいの？私は生きている証が欲しい。生きていてもいいと実感できる瞬間が欲しい。生と死は表裏一体だから、私は生きるか死ぬかの戦いを求める。それには忍びがうってつけだ。アスカ、お前は私に生の喜びを味わわせてくれるか？ここまででいい。善を貫き通すためには、時に清濁合わせ飲むことも必要となる。それがゆえに半蔵学院には陰と陽、二つの超秘伝忍法書があるのだ。お前たちにはもっと早く教えてやりたかった。しかし学校長から使用の許可が下りるまでは完全に極秘にしなければならなかったんだ。そうだったんですか。ホムラが奪っていったのは、いわば陽の超秘伝忍法書。そしてここにあるのがもう一つの陰の超秘伝忍法書だ。アスカ、俺はお前に陰の超秘伝忍法書を授けたいと思う。どうして私に？私より強いカツネやイカルガさんがいるじゃないですか。確かに実力ならカツナギやイカルガの方がお前より上だ。しかし陰の超秘伝忍法書の習得に必要なのは力や技ではない。陰の超秘伝忍法書を習得するための修行は過酷だ。並大抵の覚悟で挑めば体よりも先に心が折れてしまうだろう。つまり何よりも心の強さが求められるのだ。心の強さ。だからこそ俺はお前に決めた。お前の忍びの道を極めるという強い気持ちに俺はかけてみたい。イカルガたちには別の修行が用意してある。あいつらもそこでレベルアップするはずだ。わかりました。私やります。陰の超秘伝忍法書を絶対に習得してみせます。よし、ならばまず俺の出す試練を乗り切ってみろ。危ない。
一気に片付ける。はい、一気に片付ける。これならどうだ。負けられないよ。よし、はい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 、なかったね。やった先生、やりましたよ。本番はこれからだ。院の超秘伝忍法書の習得の修行はこんなものではないぞ。はい、望むところです。忍びになったらこんな思いをすることの繰り返しなんだろうな。生きていることを確かめるために戦う。ホムラちゃんはそう言っていた。私が一生懸命に戦えばホムラちゃんは生きていることを実感するのかな。みんないろいろな理由があって戦うんだ。だから迷ったり悩んだりしてる暇はない。私も忍びになるために戦う。忍びになってみんなの幸せを影から守りたいから。そのためにも忍びクラスを廃止にはさせない。絶対に妖の超秘伝忍法書を取り返してみせる。Yeah!
これが凛の超秘伝忍法書の力。ホムラちゃん待たせたね。今度は同じ土俵で戦うことができるよ。全力対全力で、どっちが勝っても恨みっこなしだからね。秘伝忍法書はアスカさんに任せましたけれども、私も最後の戦いのための準備をしないとなりません。私にとって忍びクラスのみんなは家族同然です。絶対に守らなければならない、この命を懸けても。さあヒエ、行きましょう。最後の修行です。イカルダ舞い忍びます。任務開始。せっとどめ。守ることができる。私はクラス委員として誓います。今度の戦いで誰一人死なせたりしないと。ひらめきました。